はいどうも加藤です。今回はですね、動画制作にあたって BGM ってつけますよね。 BGM をつけるときに BGM のダウンロードサイトどこ使ってますかというお話です。で、私が使っているのは先に結論を言うとアートリストとエピデミックサウンド、この2つ使ってます。で、エピデミックサウンドはちょっと解約しようかなと思ってます。それの理由とあと比較ですねについてちょっと解説をしていきます。このチャンネルではこれから動画制作していきたい、今している方に役立つ情報を発信しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきます。はい、それでは、早速解説をしていきます。まずこちらが、エピデミックサウンドの画面ですね。で、こっちが、アートリストです。この2つ使っていて、ちょっとエピデミックサウンドは解約しようかなと思ってます。まずその理由から言おうかな。ちょっとスライド作りました。で、アートリストとエピデミックサウンド比較です。で、まず BGM と効果音の質は、好みなんですが、どちらもトントンなんじゃないかなと思ってます。素晴らしい、楽曲が入ってます。で、BGM と効果音の数は、これ今 BGM を省いてるんですが、1万8000曲ですね、アートリストが。に対して、エピデミックサウンドは3万2000曲です。で、これだけあっても正直3万2000曲も聞けない。という判断をして、1万8000曲でも十分なんじゃないかなと、思ってます。で、使いやすさは、これもちょっとトントンなんじゃないかなと思いますが、若干アートリストの方が使いやすいかなとも思ってます。これの説明は後でします。で、ライセンス形式、ここが決定的に違うんですよね。アートリストはライセンス形式が素晴らしいんですよ。で、それに対して、エピデミックサウンドのライセンスは結構縛りが強いんですよね。これも後で説明します。で、料金体系は、アートリストが年間で、199ドルで、円に直すと今 111.4 円だったかな、なので、年間で22,168円で、これ月間が括弧してありますが月払い系はないです。年間で一括で払うという形になってくるので、これがアートリストがちょっと弱いところですよね。月間契約がしたいという方はちょっとできないという状態になってます。で、それに対してエピデミックサウンド、これ2つ書きましたが、こっちのプランが、自分の SNS のアカウントでしかこの楽曲が使えないという状態の契約です。で、これなら、年間契約で144ドル、年間で円に直すと 16,041 円に対して、こっちが 22,000 なんで、こっちの方が、アートリストの方が高いじゃんみたいな状態になるんですが、こっちの縛りがきついんですよ。なので、ちょっと使いにくいんですよね。で、月間に直すとこれで1336円なんで、こっちの方が安い、エピデミックサウンドの方が安いという状態になってます。で、月間契約エピデミックサウンドはできます。で、月に15ドルですね。なんで月間契約になるとちょっと高くなりますね。1671円、でもアートリストよりは安いという状態ですが、自分のアカウントでしか使えないですよ、エピデミックサウンド。なので、他の方に動画を提供するとか、そういうことをやられている方は、こっちの契約になります。で、こっちの契約になると、年間で299ドルで、円換算すると 33,308円ということになって、1万1000ぐらい高くなるかな、という状態になります。で、月に直すと、900円ぐらいエピデミックサウンドの方が高くなると。で、これは月間契約になると、これ極端に高いんですよね。49ドル月に払わないといけない。月で、5458円、バカ高いです。これはちょっと高いですよね。年間契約だったらありかなとは思います。ただし、このアートリストのこのプランは今これ効果音なしの状態なんで、効果音つけるともうちょっと高くなります。私は効果音は別のところでからダウンロードしてるので、今回はつけませんでした。で、比較するとこういう感じになりますね。で、実際に使ってみてどうなのかというと、よいしょ、こうですね。で、エピデミックサウンドからいきましょうか。エピデミックサウンドはこういう感じの、画面です。で、ジャンルから選べたり、ビートとかヒップホップとかポップとか、私はだいたいジャズとか、カントリー系とかそういう曲を選ぶので、そういう楽曲からこういう感じで選んでいきます。あとムードとか、こういう選び方もできます。で、これ選べるんですが、ここに今
これ再生するとここに出てくるんですが、これがこのなんていうのかな、ボリュームレベルがこれ再生しないと出てこないんですよ。これに対してちょっとアートリスト出しますね。アートリストはこれ最初から出てる状態になります。なのでまあ大体ここら辺で盛り上がるかなとか、あの大体こうサビでボリューム大きくなりますよね。あのなんでこうなんか盛り上がったり、あのなんかこう落ち着いたりするところがある楽曲はこれだなというふうに、あの見た目でわかる、再生しなくても。なのでそういう点ではアートリストの方が使いやすいかなという感じです。あの選び方自体はアートリストも、エピデミックサウンドもそう大差はないです。このように、まあ、ムードとか、ビデオテーマ、ジャーナル、まあ、どういうジャンルなのかから選ぶことができるという状態、これはあのエピデミックサウンドでも同じです。で、もう一個違いがあって、何かというと、アートリストはこのように下矢印がある曲があるんですよね。これ何かというと、これ下クリックするとここにインストルメンタルバージョンってあるんですよ。でこれ何かというと楽器のみです。で楽器のみの曲がこっちですよということは、こっちボーカル入ってるんですよ。なのでボーカルなしの曲が選べるのに対して、エピデミックサウンドはボーカル入りのはこういう感じで、あのマイクのアイコンがついてるのであって、これのボーカルなしのバージョンは選べない状態になってます。選べるのかな、選べたらすみません。ちょっと調査不足です。はい、なので、まあ、そういう点でもアートリストの方に軍配が上がるのかなと思ってます。はい、まあ、アートリストとエピデミックサウンド、こういう違いがありますね。まあ、使いやすさ自体はそんなに変わらないかなと思ってます。曲の質もそれほど変わりはない。両方とも素晴らしい。なんかこう曲を聴くと、なんかそのシーンがこうなんかイメージできるような、あの曲の構成になっているので、まあ、どっちかなんじゃないかなと思いますが、私みたいにこう楽曲というか動画を提供している、という人は、アートリストの方が今のところ有利なんじゃないかなと思ってます。で、アートリストもどんどん追加で曲が入っているので、そういう点でも将来性はあるんじゃないかなというふうには見てます。なので今回はあのエピデミックサウンド、まあ、解約して、まあ、いつでも契約してあの月間でいけるので、今回はちょっと解約しようかなというふうに思ってます。はい、では今回の動画はこれで以上になります。まあ、これから動画制作を始めたり、今やってる方で、あの BGM どこからダウンロードしようかなと思ってる方は、ぜひ参考にしてみてください。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひ高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。